アンリカルティエブレッソンは、フランスの写真家。20世紀を代表する、写真家であると多くの写真家、芸術家から評されている。1947年には、ロバート・キャパ、デビッド・シーモア、ジョージ・ロジャーと共に、国際写真家集団、マグナム・フォトを結成した。小型レンジファインダーカメラを駆使し、主にスナップ写真を撮った。 芸術家や友人たちを撮ったポートレートもある。アンリ・カルティエ・ブレッソンは1908年、フランスのセーヌイコールエイコール・マルヌ県シャントルーの中流家庭に生まれた。両親は織物製造業を営んでいた。彼の写真術への関心は非常に若い頃から始まった。少年の頃、カルティエ・ブレッソンはボックスブラウニーを所有し休日に、 それでスナップ写真を撮影した。1923年頃に、シュルレアリスムの影響を受け、1927から28年には、キュビズムの彫刻家、アンドレ・ロートに指示した。当時は、芸術的野心に燃える、画家志望の一青年に過ぎなかった。最初の来カ本格的に写真に取り組み始めたのは1931年からで、そのきっかけは、 シュルレアリストのマンレイの写真に刺激されてのことであった。ただし、3 5ト、mm、ルカメラのライカ3を使ったスナップショットを基本とする姿勢は、イメージの工作をフォトコラージュなどで表現したシュルレアリスムの写真とは異なったものだった。1933年にはニューヨークのジュリアン・レビギャラリーで、 初の個展を開催したものの一部の熱烈な支持を受けるのみに止まった。その後、スペイン、メキシコと撮影旅行に行き、1935年から1939年には、ポールストランドやジャンルノワールらの助手として映画の仕事にも携わっている。1936年には、パリの新聞社に就職を試みて失敗し、同じ境遇にあったキャパ、 シーモアラとカフェで偶然に出会った。第二次世界大戦中、カルティエ・ブレッソンはフランス軍で勤務した。フランス戦で彼はドイツ軍に捕らえられ、捕虜となった。都合2回の闘争を試みたが失敗、後に成功し、戦争の終結までレジスタンス運動に加わった。戦死したという噂により1946年には、 ニューヨーク近代美術館での回顧展が開かれ、実際には無事であった本人が出席した。1947年には、写真家集団、マグナム・フォト・キャパ、シーモア、ロジャー、ウィリアム・バンダイバーらと共に結成した。有名詞の依頼によって彼はヨーロッパを呼び、アメリカを横断した。1948年から1950年には、 インドで暗殺前後のマハトマガンディー、中華民国で、中国国民党の最後と、中国共産党の中華人民共和国誕生後と、半年間ずつ、インドネシアの独立などを撮影した。1954年には、カメラマンとしては初めて、ソビエト連邦に入国許可された。また、1965年には日本に5ヶ月ほど、滞在している。 彼の写真集の多くは1950年代から1960年代にかけて出版された。最も有名なものは1932年から1952年に撮影された写真を修正し1952年に出版された決定的瞬間である。この写真集の表紙には画家アンリーマティスによるコラージュが用いられた。 1966年にはマグナムを退会した。1967年、ジャーワ出身の舞踏家、ラトナ・モヒニと30年間の結婚生活の後に離婚。1970年には写真家、マルティーヌ・フランクと再婚。1974年以降は画家の仕事に傾倒していった。彼は人の写真を撮るのは恐ろしいことでもある。 何かしらの形で相手を信頼することになる。だから、心遣いを書いては、そやなものになりかねない。と語っている。2004年8月3日、95歳で、南フランスのプロバンスの別荘で死去した。パリ14区に、カルティエブレッソンの写真保護を目的とした、美術館であるアンリカルティエブレッソン財団がある。ありがとうございます。